レオナまで、うん、どうも解説のクザです。これでピック2としてはトップレーンになると思うんですけど、おいピック、ね、やっぱりジェット、ジェット選手のピッククズハンになるんだけど、これピックしてるもん。あ、ピックしてる、今ジェットがピックしてる、ピックしてるね。やっぱちょうどあの何も被んないところに、え、やばい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 、あ、え、カウンター、嘘でしょ、え、おい、いや、マジでカウンターなんだ。いや、レベル1はちょっとまた話違くない？レベル1は普通にハープが上手すぎたんじゃない？ってか、ハープ上手いよな、DFM。ありがとうございます。お前じゃないそうですね、特に違うんですけど、ウェブ同じ人だってこれ、マジ、え、これ行くの、行くのこれ、うわ火力高っ、なんかもうボットボコるつもりだから、あーもう面に立たせるボトすらしない、動けないってことか。来た来た来た、ワンス来たよ、ワンス来たよ、この動きはギリギリ見えたか、え、今日、あー、あ、いや、あ、あ、これ、いや、ベイト、ベイト、ベイト、外しベイト、あー、うめー、外しベイト、避ける、いや、でもちょっと、あー、でもルブラン、あ、えぐくね、ユタポン、ユタポン、あ、この後攻防は立て続けにダブルキルはジェットに入ります、ジェット、ミッドレーンのところで一旦寄りか、プッシュしてたんだろうな、主導権握ってたんじゃない、ジェットが、ほら、言った今主導権握ってた、あー、同じことやった、ほら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 、おもろー、何なんだろうね、これミッドレーンで、ミッドレーン、あ、あ、ただいいトラップ、さすがにまだ柔らかい、なんで農地がここにいんだよってなるよ、持ってける？ヤハロン落ちてるもんな。ヤハロンやべえ。っていうかハープがやばいかと思ったんですが、戦国ゲーミング。ハープうめえよ。ショーカスミーが2キル獲得。ヤハロンハープのキャッチ力えぐいね。これ何が起きたんです？スティール選手がまあこれまあスキル吐かせてウルトで逃げて逃げる。これでチャンヤハロンが来て、これねウルト上、これなんかフラッシュイン急ウルト、フラッシュインでやばいよこれ、すごい、ダブルウルト当てしてる、え、なんか人殺してるトップで、なんか、あー、ゼイス、やばい、ジャイスが、ジャイセー序盤こけると終わりなんだよな、マジで終わる、結構きついか、流れましたね、シーチ、なんちゃらクラウド、あ、これまずい、うまいなー、バズ選手の、いいバイ、いいバイ、ウルトで、まあまあ、逃げるの、逃げれる、そんなわけないよな、さすがに、え、そんなわけない、これ動画出るよ、プロゲーマー3人がかりでもエビは捕らえられない、おい出るって動画、これね、何がすごいって、何かとにかくすごいってことだけ分かってたらいいよ、怖すぎる、これちょっと分かんないな、なんか分かんない、全然分かんないね、金額差は5000円あるけど、帰ってきた、わー、アクティビー来たよ、なんか慣れるか、いや慣れるか、ゲージ結構ある、ゲージやばい、ゲージやばい、わわ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 ただよく戦国ゲーミングでもこれはバロンじゃない？これでワンキル？今のはエンティ選手の、今のワンキルなの？ランクだったら全員壊滅してる、全員だったけど、ね、あのエビ選手のウルトに全員当たって死ぬね、え、ちょっと待って、ちょっと待ってみたいな感じで、理想的な形を作れなかったと、ここまでレートを DFM が強いって言ってるのも浅いと思う、でも戦う、もう浅い、これ、うわぁ、うわぁ、メガナバレットタイム、あれもジェットがやばい、ジェットが10ゴールド入った、ジェットが、ここはシッチだぞ、いやでも死ぬよな、これジェット、死なねえか、さすがに死ぬ、いや死ぬよな、ああ、ちょっとダメージが、パズがしっかりとダメージを出していました、3分4ではありますが、体力の有利は戦国ゲーミングにある、うわぁ、テラトフラッシュ、でも、ただそこを見ていたバースもしっかり切り返して成功、なんと集団戦で勝っていく、いやでも AB が、AB がメガナになるよ、もう一度当たったメガゲージがあります、あれのウルトフラッシュ、いい、やばかったけどな、クレンズの反応もやばいし、ね、クレンズ早いし、レベル高すぎる、うまぁ戦国、リコール考えてるか、いや警戒しに行くのも早いぞ、終わるんじゃないか、3000でもいい、さあバロン獲得戦国ゲーム、バロンのファイトはジェットディストーションを利用して、ジェットが落ちたら、あでもジェット倒してる、ジェット倒してる、チャームが待っていた、
これで1ゲームコントレーションを続けてくる。うわぁ、これエビが来たぞ。逃げろ、逃げ道を封鎖していくの。やーろ、逃げろ。あるよこれ。うまい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 。バロン持って帰れないかもしれんよ。ディシーの立ち姿勢怖いね。ディシーのまんまいるけど、スタンしてダメージをもらっていない。え、うまい。え、今のリンセックやば。うまー、マジか。ショックブラストでエビに追撃していくのワンス。ヤハロンは逆に逃げるような状況になっています。エビ、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 どうもワンス気が足りないか。気がなければ打てない。エビが勝ちます。これで3対3。じゃあ超消しやん。ただバロンバフは2人持ち帰ることに成功。ザヤとかジェイス残ってるから。今のワンス選手のインセ、こっからの3人の動きやばくね。削りながら引いてて団結力やばいよな。え、4対3これ、そっか、ナイトエッジ消してるんだ。スマイトね、ナイトエッジ消してる。ここからですね。どうやって、うえーうわー、で、返しの羽目の前に置くことで、これね、でもここからね、AB が AB がこの体力差から決めてるんですね。その間、エンドあるの、ゴールエンドある、エンドある、エンドある。あ、エンドだこれ。インキビタを吐かし、まずは1本、スティルが前に行く。ミニオンを処理したいデトネーション。うえー、うわー、ゲーミングだ。そのままのネクサスタワーも破壊。ネクサスタワーも破壊し、まずはこの BO5 初戦、勝利したのは戦国ゲーミングとなりました。すげーですけどね、ユタボンが、うん、気がつけば400コールというより。やばい、クラケンあると。ジャングルの中痛いよ。わっ、これは一人になった。わー、これ無理よな。これ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 、うわっ、捕まえた。で、捕まえた。すげー、アリューカウンターピックになってる。アリュー、うえー、この祈りはここは届きませんでした。うわー、何のダメージ今の。ただダイブを狙っている。すごいな。だって下手するとさ。まあでもそうだよ、当たりたいよな。いや、ポンさんが最強すぎる。ただポンさん一人になっちゃった。あ、でもこっち取るか。いや、助けてくれるはず、みんなが。わーい、うわー、でも囲まれてる。が強い。スティールが狙っていたのは範囲でした。剣士の強さが出ました。あ、やばい、エビが来た。エビが来たよ。終わった。あー、助けてー。獲得デトネーション。エンドかな。エンドだ、エンドだ。これは綺麗だ。なんかこんな幸せな日あるか。LGL 見ながら好きに嬉しくて。いや、ハニーもいいですよ。確かにハニー選手もいいですね。こんなね、配信もさせてもらえて、配信しながらこんなご飯食べながら LGL 見て、そんな野球観戦みたいやつ。ヘラルド、え、ヘラルドフリー耐えられる時間です。さあ、リフトヘラルド下げに触ったのは戦国ゲーミング。デドメーションを犯すにはワードが置けています。めっちゃ寄ってるけど、ボットゲームを寄ってる。先に寄れます。なるほど、そこを利用してファイトをするか。今ヘラルドの方が大事なんだね。あと2900と、まあ、プレートあるからかな。サークルソン、え、仕掛けるのか手前から。もうこれ飛ばないのが圧だよな。え、スティールがスティール成功。え、5対5だよねこれ。5対5。もうさっきの試合のことがあるからさ、 ADC 殺されるんじゃないかって思って縮こまっちゃってたんじゃない。でも戦国結構ドラコントロールできてるぞ。あ、ドラ取れてるよ。やばい、集団戦やる気だ。これついに来るな。さあ、ショートダンスにして飛んでいくのか。ディスティニーは、そうなんだ。うわー、レネクがもううろちょろする。入れない、入れない、入れないよ。うわー、うわー、誰か決まりました。うわー、集団戦できないなこれ。いや、もうレネクが腐っちゃってるから、もう手前からでよくねになってんだよ。なってるね。何回フルビルドいけるかな。味方のフルビルドまで買ってあげれるよ多分。えっ、これ撃てるの。うわー、ピアーも当てて、ピアー当てに行って。あ、でもちょっとハグやりすぎて。え、でも食べてもらえてる。タムケンが食ってる。回復えぐい、回復。あー、もう無理だー。うわー、やめてくれー。アグロっていうのが相手の標的にされるっていう、ヘイトみたいな。そうそうそう、ヘイトピンポンって言った方が。でピンポンって、あのピンポン玉って行ったり来たりするじゃん。だからそういうのなのかな。ピンポン玉、ピンポンみたいにあっち行ったりこっち行ったり、だからヘイトをばらけさせることを言ったりします。さすがに無理か。これは継続できそう。
うわもうポークも出た。もうちょっと。いやでもね、正直タムなら全然。あ、に対して倒すことで成功しましたかね。スグラインダーが入って。バックライン行った。うわー。うわー。うわー。おマニが激おこできたぞ。完璧なキャッチ。うまいな本当に。なんかずっと見ててもそうですけど、ナイズさん真面目だな。なんかこの間の時と違うな。この間どうだった？アベレージでなんか面白芸人みたいになってたけど、ナイズさんおもろいからな。おもろかった。ちゃんと仕事のモードがある。明かり見えだろって言われる。そりゃそう、ふざけるわけないでしょ公式の決勝で。ぜひ呼ばれないね。これこれもう多分最初で最後のミラーかもしれない。この3人やっとかもよ。終わりです。もう俺らに頼まれることないかもしれないから。こいつらロルの話しねえって。ちょっと追いつけないというところで、三人一緒にやらせんのは良くなかったかもって。マジでドラゴン触ります。エビがリコールしている。エビを警戒しているのはジェット。リコールモーションまで見えました。いやこれでエビ選手入れない。裏に入れない。それだけこのエビコマンドズパラノイア。大丈夫？ドラゴンはこのタイミングで。いや手前から。前に出たのはこれは。いやいいあれあらら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 、ジェットだけ見とけば。うわぁジェットやばいわ。いやジェットが生きてる。ジェットがユタポーン、ユタポーン。そしてもうユタポンとライズがライズが頑張ってる。なんかジェットはなんとセーブ。うわぁギャハロンのアグロをここまで。うまぁ4キル獲得。戦国ゲーミング、なんででもさっきからこれでなんかちょいちょい勝てそうなワンチャン雰囲気が出てる。なんか雰囲気がある時あるよね。あー寄りが早い。テクステック、やばいやばい。しかもスキルが当たらず。あーよかったよかったけど。あーバクライはエビへ。エビの位置がおもろいよ。狙ってんなエビ。ぐるりと抜けていく。おーこれは面白いプレーだエビ。おーエビの後だけで時間稼ぎまくってるエビが。あーでもやばいか。あれあ、あれこれ当たるっす。ただその帰り道、狩り投げ。あ、さあゾニアの後はエンドかな。キル獲得。だからもう1キルぐらい発生した。あれも帰ってくるところ。痛い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 。ただ前に出ていた。ディストーションの戻りをスティールが狙っています。ここはエンティが守りながら。ダボを取っていますエンティ。そしてスネア、ヤハロンはジェットを狙っていますが、いやーでもこれ俺返し、ここでキルを重ねていきたい。聞いたけど、ただ虫の中に隠れる。そしてダンスが待ち構えエンドだ。コロテロのダメージの相まって、嘘だしょ。ネクサスターのダメージも受け持っています。受け持ってね。チェインがパーズさんちょっと硬すぎっす。いますが、もう前に出ることが、泉から出ることができません。泉に閉じ込められた。面白い展開になった。22です。おお、4ゲーム勝利したのは戦国ゲーム。まさかの22ですよ。22本当に大きかったですね。ここなー。いや負けると思わなかった。ここ押し込んだね。うわダメージ高すぎる。もうほとんど2発みたいな感じだけど、ADC 何も無理ですよ。もんな。もうどうしようもないよなこれ。ADC はあんまやりたくないな。ADC はね、あんまやりたい。ADC やりたいとは思わないね、今の。ずっと、まあ、今のとこずっとなんか。いやでもなんか、だからこそやりたいわ、でも ADC。あの中で立ち回りたい。あの中でしたけど、別に自分たちがやるときにあの中じゃないんだよ、絶対に。あんなレベル高くないんだよ。そっかそっかそっか。なんか、定期的にサモスペを持ってるやつ買えるとか。85%? ツイッターやば。ツイッター？スミが強い。もうエビ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 あとこのゲームファイブ。あ、あ、ボットレンとにかく動く。ああ、ああ、うわあ、これ強い。えぐいなこれ。これマジで強い。MSI これでいこう。やばいハニーが。これで世界取ろう。あ、スロー。スライド。で、スロー入れて。で、スタンも入って。もう完璧。ジェット。まずい。スティルが。ジェットカオスストーム1キルは取った。もう1キルはジェット欲しい。ただゴールドカードは嫌だ。いやー詰めることはできません。うわー
今のハープ選手のスキルの回し方完璧ですよ。ありがとうございます。完璧でしたね。お前ハープじゃねえだろ。あ、違うか。選手仕掛けて、今の一気に4対に作られたもんね。局所たちもやろうよ、ね、やろうやろう。まあここもまずえぐいし、バコン、グレーブスのアルティメットブリンクリンクのを想定してフェイスブレーカー残しましたね。もう有無を言わせない。怖えよ俺、リバーでサイオンと見合うの。今ミッドレーン突撃されるって。移りました。ハープがウルト打とうとしてる位置にいるぞ。本当だ。おおお、ビビらせてドラ取ろうよっていう感じ。ドラ取ろうよ。おおドラをまず優先して手前からかな。ユタポン見よう。ユタポン獲得デドネーション頑張ってる。ユタポン、いよ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 。ハープハープ、セットがえぐい。セットがえぐい。でもどのダメージ、すごい。落としたい落としたい落としたい。うわー、ジェット、うわー、殴りに懲りじょ。いやー、でもね、ジェットうまかったな。2キロ獲得、戦国ゲーミング。1キロ獲得、デドネーションおかずみ。これ重要なアルティメット FM 側のチャンスで1キロ落ちた。これどうなる、これどうなる、どうなる。早くね。うわー、でも見てこれ。あー、ハープさんいるよ。やばい陣形が。あ、これポンさん、ポンさんよ。これポンさん次第よ。ポンさん、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 ポンさん。でもハニーも頑張ってるんだよ。バロンが痛い、バロンが痛い。痛い、痛い、痛い。ポンセアロンが対応している。なんか微妙なんだよな。うまいけど、うまいけど。デトネーションおかすみ、さすがにやる。一旦やめてバロンか。体力はいくぞ。いやー、悩んでる、悩んでる。ソロ級みたいになってる。テレポートはやはり。ああ、待ってたんだ TP を。パスはテレポートがありません。一旦リコールしました。早い早い早い。早いねクラーケン。さすがにね。どうするかハニー。ああ、これはどうしようもねー。下がらせる下がらせる。ショート。あまりにも怖いこのパラノイア。怖えよなー。今までで一番怖いパラノイア。あ、あ、おっと、あれこれ。いや。青いな。ジェットもいないですよ。え、あるの？悪い。一気にゲームエンドです。エンドです。狙っているのはデトネーションか。え、すげえ、この瞬間にドニャー。ミニオン守んのガチか。ワンサーそのミニオンを倒すために今無理をしました。すげえ、すげえ。すげえよ、でも。そんなミニオン一体で。うまい。ジージー。勝利したのはデトネーションオーカスミとなりました。いや、てか最後のミニオン云々もすごかったな、普通に。ね、一生だったね。ハッシブでね。ハッシブ発動するとやばいからな。パワー跳ね上がる。いや、狙わないですよ、普通。いや、本当にサイオン、これサイオンスタートだからね。ね。リプレイやっちゃったかとまで思って、ちょっと思ってね、あのあれ AB 大丈夫みたいな。倒しきれないけど。でここでこの後さ全然削れなくてさ、あれあれって思ったの。あれあれあれって思って、でここでバカロンチョッパーでジェットを迂回させて、ワンスにエバフロがやばすぎた。ワンスの体ちぎれたけど。ここマジでやばすぎた。ここのねイエローカードだ。これね、これでこれを守ろうとしてエンティが前に出て、ミニオンに引っかかっちゃって、あ、フラッシュイン。うわー、すげえ、ヤハロン。なにフラッシュインしてるんだ。 で、あとはもうジンクスの時間ね。で、ここパックンも、あー、もうすごい。うわー、あー、青カードなんだよね。青いな。あー、ここからですよ。大サタック一発ですね。デドネーションカスミが本当に上手かったのはミニオン守る。で、この後がこれできないですよね。これだってグレイブスの9の反射ダメージから守ったんですよね。これそうですね。すげえ、すっげえ。目の前いんのにミニオンを守るためだけの、これしかもめっちゃミニオン守ってる。めちゃくちゃすごい。うわ、すごい、本当にす
すごい。普段からこのギリギリの戦いをデトネーションカスミこういった試合をやってるってことですよね。本当にすごいね。全体で統率して、ちなみにミニオンがタワーを攻撃するとタワーが柔らかくなります。そうだから本当に怖い。ミニオンは雑魚キャラに見えてオブジェクトを取るために必要なんだよね。そういったギリギリの戦いだったと思いますね。そうです、そうです。だからミニオンを守ったんだよね。今まで散々ぶち殺してきたミニオンを遠藤にするために守ったんだよね。IQ200 あります。じゃあ今シーズンいかがでしたか、レボルさん。じゃあ今シーズン、もうせっかく今シーズン我々ももうあとインタビューしてちょっとコメントしたらもう最後なんで最後なんで、なんか悲しいな。もう悲しいね。先に言っちゃいましょう。今シーズンいかがでした。いやもう満足してね。終わりこの2人の感想とかなわけねえだろ。なわけねえか。実は最後の実況解説動画残っちゃってるんですよね。あと見直しゆっくり見返したいというのもありますね。そうなんです。試合がない終わりはあなたたちだって言われてる。俺らか、俺らか、俺らか、俺らだった。ひどいもんだよな、ミラー配信俺らなあ。雑談だもんな。雑談だもんね。すげーすげー来ねー。パートナー戦いをすることで